本日は白滝で作る糖質オフ料理です。本日も最後までお付き合いください。最初にチーズが映っていますが、今回は使えません。白滝は麺と違い膨らまないので、お肉や野菜を多く入れてください。まず麺の準備です。白滝が入っている袋のまま水洗いしたものを椎茸と一緒に茹でます。一緒に茹でると出汁の味が染み込むため、噛めば噛むほど美味しい麺に変身します。椎茸だけでなく昆布や貝柱と一緒に煮ても美味しいです。あ、石突きの部分もいい出汁が出るのでお忘れなく。では煮ている間にホットプレートで調理しましょう。焦げつかないよう油を少々、ベーコンやお肉を使う場合でも焦げつかないよう油を使った方が良いでしょう。ベーコンを炒めます。この時点ではジューってなるくらい高温にしませんでした。音と香りはいいのですが、この状況だと油が飛び散りお掃除が大変になるためです。ベーコンをほぐします。フライパンやホットプレートは金属の調理器具を利用するとすぐ傷ついてコーティングが剥がれて焦げつくため、木べらやシリコン製のものを使用してください。次にネギを加え炒めます。ここから炒め音が続きます。ネギがしんなりしてきたらお肉を加えます。お肉をしっかり焼いてから麺を入れたいので、ちゃんとお肉を広げます。今回お肉は豚のバラ肉を使用しています。お肉を広げたらお塩を振ります。メインの味付けがお塩になるので2つまみくらい加えてください。続いて野菜を加えます。今回はオクラを買い置きしていたため、オクラを 3,4 本加えます。小松菜やもやし、水菜といった野菜を加えるとボリューム満点になるのでおすすめです。ただし水気が多くなると塩気がなくなるので最後に調整してください。野菜を加えたら蓋をしておきます。いい具合に茹で上がりました。ここで白滝の長さを確認します。長すぎるとよく噛まないで飲み込んでしまうため、キッチンバサミで切ります。だいたい5箇所くらいに切れ込みを入れると良いです。いい感じの長さに切れました。これで麺の完成です。野菜のおかげで蒸し焼きになり程よく火が通りました。麺を真ん中に投入するため真ん中を分けます。先ほど茹でた白滝麺を湯切りをせずそのまま加えます。一緒に茹でた椎茸も加えます。茹で汁も少し加えます。残った茹で汁は捨てずに具材を新たに加えるとスープになります。出汁がしっかり出ているのでぜひ作ってくださいね。そして加えた水分がなくなるまで炒めます。炒めることで白滝に味が染み込み美味しくなります。最後に青のりをかけます。青のり以外にも乾燥エビや紅生姜なども美味しいですよ。完成しました。ボリューム満点なのに糖質オフどころか食物繊維以外糖質はほぼほぼ入ってません。たくさん食べても安心です。このような感じの糖質オフ料理もこれからも紹介しますので、どうぞお楽しみに。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価どうぞよろしくお願いします。次回もお楽しみに。